バンド名はもともと僕がいろんなものに絶望して何ももう自分に残ってないと思ったところからゼロから始めてみようということで、終わった日を始まりの名前にしました。世界の終わりです。4人組バンドです。人のせいにしないってことじゃないですかね。時代のせいとか、うん、環境のせいにしない、しない、環境のせいにしないし、うん、誰かを否定したりしないし、自分たちが変われば何でも変えられると思ってやってるっていうところがあります。ライブハウスを作ったりしてて、そこでバンドやろうかということで、そのドラムとベースがいないとやっぱりバンドはやっていけないんじゃないかっていろいろな人に言われて、うん、いやって思って、できるね、うん、やればできるでしょうっていう、うん、頭で想像したことは全部できると思ってやってきたので、想像できるものは全部可能だと思うっていう強い気持ちでいろんな反発の中でやってきました。突然世界が真っ暗闇になる。でもずっとクラシックだったんで、あのピアノは一人なんですよ。でもバンドになって、なんかその友達と仲間と音楽をやれるっていうのは本当に楽しかったんで、目立つことじゃないですかね、他の人より。そうあるよね、うん、あれ普通それはやらないだろうみたいなことにいちいちなんかこう翻弄されるなっては思いますけど、やらないうちからダメと決め込まないというか、やってみて分かることもすごくあるから、考えるのやめて、とりあえず動かしてみる、体を動かしてみるっていうのもありだと思いますね。自分たちのことは自分たちが一番分かってると思った方がいいと思う。世界で一番になることだと思いますけど、世界征服じゃないですか、夢は。We are 世界の終わり。 We make excellent happen.